10人になった、12人よしですね。こんばんは、自炊料理家の山口ゆかです。自宅から配信しております。今日もですね、クックパッドのアプリ食べ撮りを使って、食べ撮り、このねドリーちゃんのアイコン、ちょっと全然ぼやけてるけどここにいます、ドリーちゃんねのアイコンのアプリです。毎回見てくださってる方にはあれなんですが、初めて見た方にどんなアプリかと説明しますと、レシピアプリではなくてですね、あの料理をこれから上手になりたい、ステップアップしていきたいっていう人のための、に特化したアプリケーションで、毎日レベルに合わせて、自分のレベルに合わせてこんな風に料理してみませんかっていう食材以外の提案方法がカードで降ってくるので、それをタップするとその調理法とか味付けの例が出てくる、で動画で見れるみたいな形のアプリになっております。で、今この仕様はですね、人によってレベルによって出てくるカードが違うっていうようなものになっておりますので、今日はですね、このヒントっていうところ、このね、この真ん中のヒントってところが絞り込みできるんですよ。例えば和風の煮物とかで検索すると、こう煮付けとか和風の煮物とか味噌煮とかいろいろ出てくるんですね。という感じで、皆さん誰でも使えるこのヒントを使って今日は何かを作っていきたいと思います。で、今日使いたいのはじゃーん、エビ、殻付きエビを剥いたことがないって方いらっしゃるかなと思って買ってみました。下処理の方法ができたらと思います。で、使おうと思ってる野菜はね、見て、今日いっぱいあるんです、野菜が。カブ、ブロッコリー、ピーマン、トマト、ナス、この辺を使って2品作りたいと思います。で、味は本当にそれ以外は何にも決まってないんです。炒め物、絞り込み、何がいいと思いますか？マスタード炒め、ニンニク炒め、あ、さっぱりね、ナンプラー、みりん、きんぴら、味噌炒め、オイスターソース、中華炒めね。中華と生姜とか良くないですか？生姜と生姜風の中華炒めを何でやろう。ブロッコリー、ブロッコリーとエビ、ご飯に合いそう。決まった。はい、じゃあ2品目、和え物、何がいいかな。梅和え、塩昆布和え、塩麹和え、あ、カブの塩麹サラダとかいいんじゃないですか。塩麹は別に今日私の家にたまたまありますけど、ない時もありますし、お塩でも全然いいです。じゃあ塩麹で味付けしてみようかな。よし、調理スタート。そうしたらエビの剥き方、これなんか人によってそれぞれあると思うんですけど、私はこの足のところをまずムキムキします。で、この辺の殻は殻で味が出るので、まあ、出汁として使いたい人は全然そういう風に使ってもいいと思います。で、ここまで来たら私はね、ここのピコって出てるこう角みたいなのがあるんですよ。それをパキって折って、こうやってピッて取って、こうやってなんかピッて抜くと切れるわけで、背わたは後から取ってきます。で、まあ下からやる方が早いかな。どうだろうね、この大きいエビってなんか豪華な感じがしていいですよね。結構安くなってたりするし、別に冷凍でも全然構わないですし、むきエビでも全然大丈夫です。あんまり下処理したことある人少ないかなと思って、こんな感じでやるんだよっていうのを見てもらえたらいいかなと思って今日は買ってきてみました。こんな感じでひたすらエビを剥く動画を32人の方に見ていただいているというこの状況。楽しくないですか、こういう作業。私大好きなんですよね、虫になれる。一
ひたすらエビを剥くっていう剥くだけの時間が流れるの好き。やっぱなんかこうやってやると美味しく感じる気がします。で今日はニンニクでねやっても全然いいんですけど、これから冬の季節生姜がポカポカして温まるかなと思って生姜を使って炒め物を作りたいと思います。よいしょ、こんな感じで取って、でこうやってやっぱこう背わたがあるんですよ。これはこういうふうに取るんじゃなくて、見えるかな手元、この背中のところにこうやって、たまたまあの皆さんに見せるためにたまたまこうやってやってますが、まあ、これ綺麗な背わたね、何も入ってないやつ、こうやって包丁入れるとこういう黒っぽいのがね出てくるんで、これを取ってあげてください。これ取らないと美味しくないって、ザラザラしちゃいます食感がね。せっかくいいエビ食べて買ってきたんだったら美味しく食べたいんで、めんどくさくてもやりましょう。ちっちゃいエビには比較的入ってないことが多いので、もうこれらめんどくさいって方は全然ちっちゃいエビでいいと思います。でもね、この大きいエビにしかないこのブリンブリンってした食感があるんですよね、伝わるはず。ちっちゃいエビはなんかすごい、なんだろう、つるんってしてましたね、食感がね。あ、なんか見てる皆さん質問とかあったら随時お答えします。まあ、こんな感じで私はいつもライブ配信をしながら、一人で喋りながら次何を作るか考えみたいな、なんか一人四役ぐらいをやっております。カニとかホタテとか、ホタテはみんな料理に使うのかな、加熱用とか買ったりする人いるんですかね。なんかエビって特別ですよね。包丁はどこのがおすすめですか。私はグローバルを皆さんにおすすめしてますが、包丁のおすすめってすごく難しくて、なんでかっていうと皆さんそれぞれ手の大きさが違うじゃないですか。あと握った感覚で選んでほしいんですね。で女性は手が小さい方が多いので、グローバルぐらいこう持ち手がね、細いやつでもいいと思うんですけど、男性とかだと結構こうがっしり持ちたいっていう方もいらっしゃるので、そうなるとグローバルでは物足りないというか、なんか心もとない人もいるのかなと思って、そうするともうちょっと違うメーカーってなっていきますと。でじゃあどうしたらいいんですかって言われるんですけど、包丁屋さんに行って、東京ハンズでもいいんで、そういうところで買って選ぶのが一番いいと思います。触って選ぶのが一番いい。で大体基準は5000円以上のものを選んでおけば、1000円以下とかね、2、3000円とかでも全然いいんですけど、持ち味が、切れ味の持ちが全然違うので、最初のレベルを上げておくっていうのはすごい大事かと思います。よし、そしたらお酒、飲めるお酒でちょっと入れて軽く揉みます。これで臭みを抜きますね。はい、ちょっとお塩もしとくか。塩一つまみぐらい入れました。これ軽く置いとくだけ、こんな感じですね。よし、そしたら塩麹あえはちょっとくたっとさしたいんで、先にこの副菜から作っちゃいたいと思います。このカブは下のヒゲのところと上の頭のところを落として、こんだけ綺麗だったら私は皮は剥かないです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で半月切りにして、あ、5ミリ幅ぐらいにスライス、これぐらい、これが私が一番よくやる切り方です。なんか切り方変えるのももちろんいいんですけど、なんかこうね、手が勝手に動くぐらいいっぱいやるようになると同じ切り方になりますよね。私カブのサラダすごい好きなんですよ。カブって結構煮物とか
スープとかに使う方多いんですけど、多分大根の印象があるのかどうかわかんないんですが、食感がすごいこうつるんってしてるし甘い、とにかく甘い。カブみたい、あの大根みたいに辛くないんですよ。まあ多少ないとも辛さはあるけど大根より全然辛くない。だから辛み抜きもしなくて大丈夫だし、すごいおすすめです。サラダね。あとなんかちっちゃくて料理しやすくないですか。カブって結構、あの大根は結構大きいから、こうなんかちょっとよっこらしょな感じがするんですけど、せっかくなんで今日この間一昨日の夜柚子胡椒作ったんですよ。それを入れようかな、このサラダに。カブをこの中に入れていきます。で、塩麹にもう塩気が入ってるので、それで和えれば水気が出てくるし、手で揉んだ方が馴染みが良さそうですね。小さじ1ぐらい今入れました。これあれかな、塩で揉んでやった方が良かったのかな。でも絶対しょっぱくなりすぎちゃうと思うんだよな。まあまあ何でも実験ですからやってみましょう。よし、こんな感じで塩麹とカブを和えました。ちょっとあれですね、オイルを垂らしてもいいですね、後から。よし、これで置いときます。そしたらブロッコリー切ります。よし、半分使ったブロッコリー。あ、ブロッコリーのここの使い方知ってますよ。ここむちゃくちゃ美味しいんですよ。去年というかそれまで捨ててたんですけど、ここの美味しい食べ方ね、手前に持ってきますね。よし、この芯のところをこうやって回しながら透明になっていくの分かりますかね。こういう感じで、その透明なところが食べられるところです。で、こうやって回しながらこうやってやっていくじゃないですか。で、ここをまあ何でもいいんですけど、こうやって薄切りにしたら、まあ、ザーサイみたいになるんですよね。あのね、自家製ザーサイみたいなのができるんですよ。これね、本当に今まで捨ててた人絶対やってください。明日から超美味しいんで。こんな感じで切るじゃないですか。それをとかにお水半分ぐらい入れて、お醤油とごま油、お醤油入れる。水に対してお水が3でお醤油が1ぐらいかな。で、ごま油は香り付けなんで、ほんとちょっとでいいです。そこにこれをポーンと入れて、ちょっとなじませて一晩寝かせるとブロッコリーザーサイができます。お楽しみに。はい、次。そしたらブロッコリーね、解体するとこの辺がバラバラのブロッコリーの森ができるというので話題のブロッコリー、なんか何回か紹介したかもしれないです、切り方。まずこうやって途中まで包丁入れて、それでこうやって裂くとポロポロしない。ブロッコリーの茎は生で食べられるんですか。食べられます。ブロッコリーもアメリカとか普通にサラダにボンボン入れますしね。日本、まあでも個人的には茹でた方が美味しいと思うので茹でていいと思うんですけど。で、あとこういうところはパキパキ折ってって、でこういうね、この真ん中の密集地帯じゃないですか。ここもまずこうやって半分に入れて、こうやってやるじゃないですか。
で、こんな感じね。で、やっていきます。こんな感じかな。よし、で、完成。これはもうちょっと切るか。で、生姜ね、生姜。生姜は千切りにすればいいかなと思います。千切りでもチューブでも何でもいいです。皮はそのまま使います。こんな感じ。でも本当にね、ブロッコリーザーサイはマジで美味しいのでおすすめ。こんな感じで炒め物にします。ちょっとドリーが危ないんでこの辺に移動させてもらって。そうで、あの炒め物をするときにごま油でもいいんですけど、ごま油 100% になっちゃうとなんかこうすごいごま油の味するなって思いません？で、私はそれがちょっとなんだろうな、ごま油が勝っちゃうなーって時があるので、こうやって米油とかその癖のない油とごま油を1対1で割ります。よし、で、温める。で、さっきのこのね、味下味つけたところに片栗粉を軽くまぶして、こんな感じで、ちょっともんどきます。こうすると周りがプリンってしてうまみも逃げずに美味しいです。さあ、この子はちょっとくたっとしました。わかりますかね、全体に水が出てくたってしています。あ、もう全然これでいい。もう柚子胡椒入れようかな。これ最初はもっと綺麗だったんだけどな、なんかずんだみたいですね。あー、柚子胡椒っていい香り。とりあえずこのブロッコリーは先にいってもらいます。で、そこに柚子胡椒は非常に辛いのでちょっとだけ入れてもらいます。まあ、柚子胡椒を今日入れましたけど、別になんだろうな、大葉刻んで入れたりわさび入れたり、なんか塩麹だけだとちょっと香りがね、カブはすごいこう味がにあんま主張がないので、こういうアクセントが1個入るといいかなと思います。この何でも映えるお皿に持っていきたいと思います。で、ブロッコリー1瓶中火ぐらいで、でもね、いい加減な炒め物、なんか火が通りそうにないなと思ったら私はお湯を入れて、あ、生姜入れるの忘れてた。えいえい、大丈夫、後からでも全然大丈夫。じゃあこのまな板も用なしなので、これはね、こういうのを1枚かませておくと滑りづらいんでおすすめです。で、ブロッコリーに半分ぐらい火を取ったとこで次入れます。
た時は途中で足して全然大丈夫です。ちなみに柚子胡椒を自家製するときは唐辛子を使うので手袋が必要になります。なんか簡単に手を出すもんじゃないです。できました。一品カブの塩麹と柚子胡椒和え。もうなんかこれ塩で味付けでいいんじゃないかな。鶏ガラとかいらない気がするな。エビも美味しいし。で、こんな感じでエビはね、グレーの色からだんだん私変わっていきます。なんでこの魚介類って火通すと赤くなるんですよね。カニもそうだし、もうカニとエビぐらいか。ああ見て見て、ほらこういうの最高じゃないですか。このね、まあ火加減はずっと中火くらいですかね。ちょっと強いかなって思ったら弱めたりしてください。で、怖くなったら火止めていいんで、本当にこの辺はすごい気を止めましょう。で、また火止めてもしばらく余熱で温まってるので、なんかそれで置いといて違うものを仕上げて最後のお皿に盛るとかでもいいし、皿出しておこう。何がいいかな。何にしようかな。よし、そしたら火を止めて塩ひとつまみして、次次胡椒今いこうかなって思ったんですけど、生姜の香りが多分すごい効いてるんで今日は胡椒なし。美味しそう。このブロッコリーとエビのサイズ感が合ってて見た目的にも綺麗ですよね。この食材のサイズ揃えるのは見た目にすごく大事ですね。できたできた。じゃあこれの味見タイム。でもこれエビが大きすぎて一口じゃ食べられないな。そう、おいしい。見てください、このエビの焼き目。2000円ぐらいしますよ。絶対自分で作った方がいい。とカブ、いい箸休め。これ完結絞ってもいいかも。ちょっと酸っぱくてもいいかもしれないですね。このバランス的には、美味しい。ということで今日はブロッコリーとエビの中華炒め、生姜炒めって言ったらいいのかな。生姜焼きって言わないし不思議ですね。生姜焼きって言ったらみりんと醤油想像しますもんね。とカブの塩麹柚子胡椒和えでした。でおさらいですが、今日の配信の
作り方はですね、この食べ取りの真ん中のヒントからいろいろ絞り込みでいけますので、ぜひ検索してみてください。で、私のツイッターでも告知してるんですが、この食べ取りが皆さんのお家で使いながら、私がその方々だけ向けにレッスンをやるというのがですね、11月から始まります。あさっての1時が応募締め切りになっておりますので、そろそろ料理やりたいな。でも何やっていいかからやって、もう噛んじゃった何からやっていいか分かんないっていう人はぜひ参加いただけるととっても嬉しいです。皆さんとオンラインで会えることを楽しみにしております。ということで、また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。